かくおばちゃんお酒屋さんでいろいろ販売もできるんだから地域の人がどんどん入ってくれればみんなで集まれるよってそんなことから始めたよね。難しいこともね出てくるけれどもいろんな人に声かけていってどん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 ね広がっていったのかなと思うね。